すぐに出陣するように伝えよ。天皇様が怒っておられる。意味しは強敵にございます。そのような発言は軍の士気に関わりますよ。少し無理をしすぎたようです。キノコサミよ、お主を征討大将軍に任命する。ありがたき幸せ。副使には入間の広成らをつける。入間殿がおれば百人力にございます。恵美氏は手強い相手だ。油断するなよ。は、必ずや恵美氏を打ち滅ぼしてまいります。征討大将軍に任命されたキノコサミは780年の蜂起の乱に副使として参戦していた人物です。コサミは同年12月に恵美氏の征伐に赴きました。コサミ殿、そろそろ軍を動かした方が良いのではないでしょうか。入間殿、思っていることを正直に申されよ。こたびの戦、朝廷軍に勝ち目はあると思うか。そのような発言は軍の士気に関わりますよ。信頼しているお主にしかこんな質問はせぬ。正直なところを申しますと、今戦を仕掛けても勝ち目はないかと。恵美氏が強敵ということもありますが、こちらの戦力が整っておりませぬ。桓武天皇は焦っておられる。蜂起の乱の衝撃が大きかったのであろう。このまま進軍しても十中八九負けるのであれば軍は動かせぬ。しかし何もせずに帰れば蜂起の乱の二の舞になります。では少しだけ動くか。加道、陸道、海道を軍を分けて進軍する。入間殿には約3万の軍勢を率いて陸道を進んでもらいたい。は、私は後方にて全軍の指揮を取る。軍営を築いたらすぐに報告を。次の指示を出す。かしこまりました。陸道を進んでいた入間の広成は衣川を渡り、その北岸に3箇所の軍営を築きました。小佐美殿はやはり戦う気がないと見える。もう1ヶ月以上も今日は待機という指示しか聞いていない。我々がここにいるという情報は恵美氏にも伝わっているだろうから、先に攻め込まれるかもしれぬな。これ君殿の代理で参りました。代理である。これ君の具合はどうだ。あまり長くはありません。そうか、後で見舞いに行こう。それで継ぐただよ、恵美氏との戦はどうなっておる。衣川に軍営を築いたという報告があって以来新しい知らせが来ないのだが、何か聞いておるか。いえ、私にも入ってきておりません。まさか何もしていないということはあるまいな。恵美氏は強敵にございます。膠着状態が続いているのではないでしょうか。だとしても何かしらの知らせがあるはずだ。恵美氏の情報すら届かないのはいくらなんでもおかしい。すぐに出陣するように伝えよ。戦の状況がわからない状態で出陣の命令を出すのはいささか危のうございます。軍の混乱にもつながりますし、無駄な戦死者を出す恐れもございます。ではお主はこのまま何もせずに国の財源を食いつぶしていた方が良いと申すか。お主が何もしなかった蜂起の乱の時とは状況が違う。出過ぎたことを申しました。お許しください。急に伝令を送ります。天皇様が怒っておられる。さすがに時をかけすぎたか。全軍に総攻撃を仕掛けるよう伝令を出せ。は、急に総攻撃をかけろと言われても何の作戦もない状態じゃ勝てぬであろう。策を練らなくてはなりませんね。しかし急ごしらえの策で勝てるでしょうか。命令とあれば仕方がない。軍を三つに分けて川を渡り伊沢の地を攻める。まずは中軍と後軍より4000の兵を選抜して東岸に沿って北進する。その後に全軍2000が合流地点の素伏村を目指して進軍する。
エミシは強敵だが、数が多いという報告はなかった。なんとかなるであろう。さすがはイルマ殿。急に支度を。は。苦肉の策すぎる。指揮は他の者に任せよう。こんな辺境の地で死ぬのはごめんだ。北進した朝廷軍は、まずエミシ軍300と交戦し、これを撃破。途中の村々を焼き払いながら、さらに北を目指しました。一方残りの軍は合流地点を目指すために軍営を出発しましたが、前方で待ち構えていたエミシ軍に阻まれ、川を渡れずにいました。その頃、順調に進軍していた中・高軍もエミシ軍800と戦闘を開始。朝廷軍はエミシ軍の猛攻により後方に押し戻される形となり、さらに山の上に潜んでいたエミシ軍400に退路を断たれ、朝廷軍は総崩れとなりました。申し上げます。お味方大敗。かなりの被害が出ているとの報告が入りました。なんだと？やはり強いな、エミシは。状況はどうなっておる？これはコサミ殿。今しがた、お味方大敗との知らせを聞きました。池田の真平よ。お主はここで何をしておる？本軍にて指示を。イルマ殿一人で十分だ。今すぐ兵の救出に行ってこい。は。申し訳ございません。私の失態にございます。やはりエミシを平定するなど無理なのだ。成し遂げられるものなどおらん。退却ですか。兵糧がもったいないとでも言って軍を解散させることにしよう。イルマ殿、ご苦労であった。これ君、もう平気なのか。いつまでも休んでいるわけにはいきません。エミシとの戦について新しい報告が入りました。朝廷軍大敗とのことです。そうか。やはりダメだったか。エミシの族長、アテルイという者が猛威を振るっていたという報告も入っております。これ君、朝廷軍にそのアテルイを倒せる可能性のある者はおるか？坂の上の田村麻呂殿であれば倒せるかもしれません。仮田麻呂殿のご子息か。素質は十分だが、まだ全軍の指揮を任せられるほど信用はできぬな。少し様子を見よう。賢明な判断かと存じこれ君大丈夫か？少し無理をしすぎたようです。部屋に戻ってゆっくり休め。面目次第もございません。藤原のこれ君は官務長に入ってわずか3年で大上官の筆頭にまで上り詰めた優秀な人物でしたが、789年に命を落としました。享年63。さて次回の百花繚乱歴史伝は、軍事面における改革、コンデイのせいにスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。